名古屋グランパスキャスパーユンカー獲得へこの動画では名古屋グランパスに期限付き遺跡が決まったウラワレッツ所属のキャスパーユンカー選手のニュースについて振り返りますぜひ最後までご視聴よろしくお願いします J リーグについて動画を上げていますのでチャンネル登録の方よろしくお願いいたします一月五日名古屋グランパスはウラワレッツより キャスパー・ユンカー選手がが付き遺跡で加入するこことと決ままったた。を発表しましたキャスパー・ーユンカー選手は1994年3月5日生まれの現在28歳身長1 8 6センチ、体重7 3キロの選手ですデンマーク出身のキャスパー・ユンカー選手は2013年にラスーナ FC のトップチームに昇格2016年7月にオーフスに移籍し主力として26試合に出場 2018年夏にはホーセンスに移籍2018から19シーズン途中にローン移籍でプレーしたスターベクで得点能力を開花させると半年間のプレーながら12試合6ゴールを記録しました2020年シーズンは FK ボでグリムトに移籍リーグ戦25試合に出場27得点8アシストを記録して得点王を獲得チームを初優勝に導き MVP も受賞しました 2021年に浦和レッズに移籍21試合出場でチームトップの9得点を挙げて優秀選手賞に輝きました2022年シーズンは負傷の影響もありましたが21試合の出場で7得点という結果を残しています裏への抜け出しを得意とする決定力の高い左利きのストライカーですキャスパー・ユンカー選手が名古屋グランパスで活躍できることを期待しています以上 リッパーのサッカーチャンネルでした。